ジャン君、ポンちゃん、おはようございます。すごいいい構図になってます。逆光でね。かっこいい。ジャン君。今日はなぜか、なぜかでもないのかな。やっぱりこの人たちに起こされたんだと思うんだけど、4時台に目が覚めて、一回寝ようとしたけど寝られなくて、今に至ります。今は6時、もうそろそろ半です。花も、アレンジしちゃいました、もう。この時間なんだ。そして、その前でくつろぐ、お二人です。うん。やられた。ポンちゃんはごめんね、私足を起こしてるのね。うん。そう、目が覚めて、なでなでを要求されたからなでたら、ジャン君は寝ました。その後、クロケン寝られませんでした。ちょっとどっかで一回寝よう。1時間。遊んでーって言ってるよ。うん、来た。あら。あら。合唱団の先生のお誕生日のために購入しているですね、スピーカーですね。これスピーカーですよ。それから、それが IC レコーダー。このテストをこれからやってみます。このガラス瓶ですね。このガラス瓶の上に置いて、このガラス瓶そのものを今鳴らしてるんですが、ちょっといろいろやってみようと思います。これだね。ちょっと差が出るね。ここのテーブルです。テーブルにこれを置いている場合、テーブルごと多分振動していて、高い音が結構ちゃんと前に出てきますね。で、少しノイズっぽいかなと自分の耳には思うので、こうしてみました。この場合、ザラッとした感じはなくなってしまうと。そこで、これ発泡スチロールの粒ですね。これは自分で、アイデアとして入れてみているんですが、例えば今、半分ぐらいにしてみました。どうかな？あまり変わらないかな？もっと出してみよう。
そんなに変わらないかもしれないですね。例えばこれを この音とこの差がお分かりでしょうか。あとですね、実を言うと一番いい音なのはここでした。これは、一番いい音というか、こう合板ではない、いわゆる普通のちょっといい木ですね。でできた棚なんですが、こちらがいいですね。それからこれは合板の、テーブルになります。これもまあまあいいですね。あのボリュームもたっぷり取れますという形で、これを使うといいぞと。ただちょっと今ビリビリっとしたね、ここに乗っているもの、これが鳴ったかな、によって、ノイズというよりは振動が伝わっているんですけど、そういう音がしちゃうことがあります。面白いですねこのスピーカー、なんかちょっと楽しいです。こちらが Bluetooth 対応ということですね。 Bluetooth、バイブレーションスピーカー UMABVS03 ですねという、機種となります。先ほどのようにちょっと面白いことができるというところですね。そして、これは、USB からの電源供給になってます。 USB につないでください。そして、これはイヤホン、ヘッドホンなどですねへのジャック、それからこれなんだろうな、これはちょっと今わかりません。で、あとは、スマホなんかからの Bluetooth で鳴ると。あと、説明にあったのはこれをもう一個買うと連携し合ってステレオになると、RL に役割がなると書いてありました。そういう使い方もいいですね。2個買うと、これ1個5000円ぐらいですかね。僕が買った値段は5000円なんですが、7、8000円の場合が多かったかな。ちょっと安く買えました。はい。で、続いてはですね、この IC レコーダーですね。これ必ずこのセットで買った方がいいよではなくて、今回は、都合上、合唱団の先生のお誕生日に合唱団の練習の時に使う、機材として購入しました。練習の時に取り、その、取ったものをその場で聞き、先生がダメ出しをするということですね。悪魔の機械です。ただこれに関してはいろんな使い方があると思います。先生はちょっと高齢なのでですね、そんなにいろいろ使ったりしないかもしれませんが、周りの方がねサポートしている方が使えるようになると思いますので買ってみました。機種名はタスカム DR05 ですね、ということです。今回はですね、この機械に加えて IC 用電源ですね、それからこれはこうやってグリップになるようです。こうね、いわゆるピストルマイクのような感じでグリップをつけられます。このグリップに関しては、三脚のネジと同じタイプになりますので、三脚に立てることも可能ですね。こんな形で、もちろん、
電池でも録音ができます。そしてマイクロ SD カードがここに入るんですが、今カード入れずに使っています。それでも、どのぐらいかちょっとね、詳しいことは今わからないんですけれども、録音ができますね。で、結構できるような気がするんですけど、このタイプはね。それを、外部に持ち出すときに SD カードに、コピーして連れていくんじゃないでしょうか。という感じになっています。それから、いろんなこういう、キットですね。これは風防ですね。ここにつけて、風よけですね。などなど、あとケース。これ、意外にいいかも。これと、USB から、これは何かデータのやり取りですね。これをキットというか、まあ、セットで売っているのを、まあ、1万円ちょっとぐらいしたかな。で、購入しました。これだけのものが揃っているとなかなか使い手がいいんじゃないですかね。というふうに、じゃあテストします。いろんなパーツがついた状態ですので、せっかくですからこの AC の電源ですね、こちらを使ってみようと思います。これが、この状態ではつかなかったので、この辺を見たらですね、これらしいです。これが、USB ですね。小さい USB。これがここにつながります。これで電源がオンするんじゃないですか？しない。これでした。ホールド、これがオンになってましたね。ホールドを振った状態で来ました。USB モード、電源供給ですね。OKにしていいのかな。はい、できました。これはこのまんま使える感じですね。そして、三脚に立てましょう。僕さあどうでしょうか。一度これでスタンバイにし、電源を停止でいいのかな。はい、録音と再生に関しては問題はないんですけれども、一つだけですね、ちょっと録音の、レベルですね、もうちょっと上がらないもんかなと思います。もう一回。
リューム最大だね。これはちょっと研究の余地ありますね。いわゆる CD とか、データですねから、鳴らせると、かなり大きい音量で聞けるんですが、このスピーカー側はですね、今この IC レコーダーから、直接引っ張ったところをやっぱりちょっとレベルが低いので、大きめに取れるようにちょっとマニュアルを見ます。一つ気づきがありました。こちらの商品ですね、このスピーカー、これが、この USB につないで USB から電源を取るという形だったんですけれども、こちらも USB ですね。さらには、この AC アダプター。よっ、ちゃんと入ってなかった。失礼。AC アダプター付きで、セットで買いました。これの先をですね、付け替えるだけで良さそうです。こういうことですね。はい、これは OK よと。で、さらには、先ほど抜いた電池、これ入れてありますので、これを例えば一回止めて、こちらに差し直せばこちらが鳴ると。こういう木製の棚で聞くとえらくいい音ですね。うちでもちょっと欲しくなっちゃった。はい、ジャン君たちもそうだそうだと言っております。いずれね。イメージと違う、はい、ちょっとお見せします。ちょっとイメージと違った。悲しい。でもこれ以上やりようがない、うん、まあでもこのカラフルな、
プチプチみたいなやつが、面白いと思うよ。本当？うん。リボン長さ変えた方がいいかな。3本とも。まあ、それは後でじゃあやってください。あのリボンがどうのこうのっていうこだわりよりは全体として、あ、何このハートっていう感じが一番先に来るので、うん、これでよしとします。そう、このリボンはうちでは絶対に買わないキラキラなんです。そうだね、ダメっぽいやつで。そう、でも先生、のりこ先生は絶対キラキラなんです。そうだね、ドレッシーの人だからね。のりこはキラキラ。はい、はい。実はですね、あの日にお誕生日をやるよっていう連絡はあったんです。でもここの練習の時に相談ができなくて、裏で、のりこ先生を省いた LINE を作って、みんなでこそ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 やっておりました。で、当日から今日にかけて何がいいかなっていうのをやって、いやー何これ、はい、ぜひ開けていただいて何かを、判断していただきたいんですけども、これね、あ、あってね、あそこで買ったのよ。そう、もうキイちゃんが本体でこれで。いかついでしょ。何これ、先生に差し上げるにはずいぶんいかつい機械なんですが、これが録音の機械です。僕たちが持ってるやつのちょっといいやつですね。はい、はい、で、こちらお開けください。え、なにこれ、重たいんで気をつけてください。重たいこれ。なにこれ、びっくりした。重たくて、これがスピーカーでございます。すごいね、これね。食べられませんが、あれかと思った、マシュマロだと思った、はいはいはい、マシュマロがいっぱい入ってる。そう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 、そしたらですね、これは梅をつけてください。10時過ぎかな、10時だね、帰りに着きました。ココイチに到着。ココイチです。